去年9月、牧之原市の川崎幼稚園で3歳の女の子が通園バスの中に置き去りにされ熱中症で死亡した事件から来月5日で1年が経ちます。亡くなった女の子の父親は今日報道陣の取材に応じ、変わらぬ娘への愛情と日ごとに増していく園への怒りを語りました。ものすごく長く感じました。今までの人生の中で一番長かったです。何をするにも幸せとか楽しいっていうことが今までは本当に当たり前すぎて実感できないことがあったんですけれども、それが本当にこう事件後千奈が亡くなってから本当に毎日実感して多くなっています。去年9月、牧之原市の認定こども園川崎幼稚園で起きたバス置き去り事件。河本千奈ちゃん当時3歳が通園バスの中におよそ5時間取り残され重度の熱中症で死亡しました。来月5日で事件から1年。千奈ちゃんの父親は報道陣の取材に応じ、時折声を詰まらせながら今の心境を語りました。事件当日も気づいてあげられなくてごめんなさいと。そうですね、親として今も自分の行動が正しいかどうか分からないんですけども、無念を晴らせたら晴らして、こう地内を報告できればなと。一方で、千奈ちゃんのいる世界に行く、夫婦でそう話すこともしばしばあるといいます。今親として何もできていないので、千奈に対してなので、こうお世話をしてあげたいなと、一緒にいてあげたいなという気持ちもあるねっていうことはよく妻と話したりしています、ね、その次女の存在も大きいので、こう踏みとどまっているような状態ですけれども、本当に毎日毎日なんとかこう生活をしているような状態ですね。動いてる、赤ちゃんが動いてる、動いてる、わあ。今も変わらない娘を大切に思う気持ち、その反面娘の命を奪った園への怒りは日ごとに増していると語りました。川崎幼稚園は事件後の会見で、子どもたちの校舎を確認していなかったことや、クラスの担任が千奈ちゃんの姿が見えないことについて、職員室や保護者に確認しなかったことなどを釈明。肺炎という言葉を書いてくださいということは話してきました。確認しました。事件当初、当時の理事長は川崎幼稚園について、遺族の意向を踏まえて廃園にいたしますと念書を交わしていました。しかし川崎幼稚園は事件の1ヶ月後には再開し、今年度も新たな園児を受け入れています。千奈ちゃんの父親は SNS を通じて園への疑問を発信しています。初めの頃は在園児がいなくなるまでは続けさせてくださいとか、後任者ができたら辞めるとか、もういつでも辞める気はあるんだけれども、後任者がいないから辞めれないっていうふうに言っていたんですけれども、今年の6月とかそれくらいから一切そういうことに関しては答えずに、弁護士に聞いてくださいと、放り投げられるような回答が多くなってますね。警察は去年12月、バスを運転していた増田達義元理事長や元担任ら4人を業務上過失致死の疑いで書類送検。静岡地検は今日に至るまでおよそ9ヶ月間捜査を続けています。さらに事件は国を動かしました。今年4月から保育所や幼稚園などの送迎バスには安全装置の設置が義務付けられました。ただ、国の調査によりますと、今年の6月上旬時点で設置が完了した保育施設は、全国で 55.1%、県内では 62.8% にとどまっています。
自分たちは大丈夫っていう、やっぱこう他人事っていうのがどうしてもあるのかなと。命を預かるっていう仕事をするんであればしっかりとやってほしいと思います。はい。